はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高吉キキ AK フニです。フニザワールドです。今日も聖書通読行ってみたいと思います。ここは大師公園フットです。今日はね、マタイの6章の14節から行ってみたいと思います。うるせえな。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。まあ許せってことだな。そしたらお前も許されるってことだな。また断食をするときには、偽善者がするように陰気な顔つきをするな。彼らは断食をしていることを人に見せようとして、自分の顔を見苦しくするのである。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。また報いが来た。あなた方が断食をするときには、自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。でも血行を良くさせるところなのかな。それは断食をしていることが人に知られないで、隠れたところにおいでになるあなたの父に知られるためである。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるだろう。やっぱり隠れていいことをしなきゃいけないんだ。隠れて精神ってのは高めなきゃいけないんだ。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人からが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさいと。あなたの宝のあるところには心もあるからである。あなたの宝のあるところに心もあるからである。なんかいいね。なるほど。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければ、その暗さはどんなであろう。誰も二人の主人を兼ね使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方を親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに兼ね使えることはできない。どっちかだってことなんだね。神か富か。それだからあなた方に言っておく。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食べ物に勝り、体は着物に勝るではないか。自分が一番だとね、いうことはね。空の鳥を見るがよい。撒くことも狩ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養ってくださっている。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。鳥っていうのは別に飼ったり、その倉庫に入れたりとかじゃなく、行ったり来たりしてるけど、神様はその鳥を飼ってるんだ、養ってるじゃないか。その鳥なんかよりも俺たちってのは賢いんだから、なんとか知ろうよってことなんだろうね。あなた方のうち誰が思いを患ったからとって自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。またなぜ着物のことで思い患うのか、何を着ようかってことで悩むなと。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。野の花はそのまんまだよと。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほども着飾ってはいなかった。今日生えていて明日は炉に投げられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ信仰の薄い者たちよ。とりあえず変なことで悩むなってことなんだろうね。
確かもね。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全て与えられるであろう。そうやって与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその一日だけで十分である。明日のことは考えんな。今日精一杯生きろ。分かったか。チャチャ。